はい。それでは、金ランドカップ、えー、新潟200ステークス、そして、副賞生活、続きたいと思います。はい。えー、なぜまステークスですけど、スペチュアレ、残念でした。ご着ですか。はい。やってまいりましたね。5万円、どっか行きましたよ。はい。えー、ノン住所レース、BSN 賞、こちら、素直に。はい。レパードステークス組ってことで、素直に来てくれたんで、ありがとうございました。 C、えー、っていうなら前にレバーサラも来てくれたらちょうどよかったんですけど残念でしたありがとうございましたワイドをいただきましてありがとうございましたはいそれではいきましょうか出走表へレッツゴーはいそれでは出走表の方きましょう の前に、都合悪くても、よくても放送しますって言ってた、えー、副生活の、キスペチャーレ9番ですね。はい。うーん、休み明けの分ですか衰えてますかってとこで、えー、スタート、そんなに悪くなかったんですけどね。うん、足溜めていくか出していくかと思って、ちょっと中途半端やったんちゃうかなと思ってます。どっちかしてほしかったですね。 うん、グラス、グラミスキャッスルが思ったよりでが良かったんで、まあ番手ついスもなったんですけど、どっちかですね、もうちょっと行ってもらうか、えー、下げて足使おうかしてほしかったんですけど、中短波でしたね。まあ、グラミスキャッスルを追っていった競馬だったんですけど、まあ最後あれかな。えー、失速したとこ見ると、 うーん、休み明けの分って出たかな。ちょっと痛かったな。レッドラウダと結局来たんが、ほースクラメやもんな。人気同士か。まあ、強かったんですねうん。普通にレッドラウドだけで良かった気がしますね、これ。すいません、5着ですね。せっかく前回8番当たったのにね、5万円がなくなりました。ありがとうございました。うん、見もうなかったね。伸びどころがなかったんで。 はい C というなら BSN が、えー、ワイド当たったんがありがとうございましたとね。はい、以上です。はい。で、えー、出走表のまず、キーンランド、時間的にキーンランドからですか。そうですね。はい、札幌、ちょっと雨上がりで、ええもんになってますよ。と。はい。で、こちら、えー、印が、えッ、ー、クビ日スレッツゴドンキー、すごいですね、今。ちょうど、今。 単勝がなんと分け合って一番人気同士4.8倍。思ったよりナックビナスの単勝が売れてないんですよね。うん。というのも多分ね、重症漏れちゃんってまだ買ったことないんですかほんまに。意外意外ですね。なんか札幌で確かに量産してるんですけど、意外と買ってないんですね。多分そこで響いてるんでしょう。単勝ナックビナス4.8倍もついております。うん。正直ね、まあ、レッツゴノーキーよりね、 まあまあまあ、まあ、レッツゴードンキもろか個人的にここ決定力この条件やったら確実にナックビナス単勝どっち買いますかナックビナさんですよねでしょうでしょうレッツゴドンキ勝ちきれんとこで休み明けでしょうまあ善戦しますけどいつも勝ちきれんまあナックビナスもそういったそうなんですけどうん今回去年と違うタコタツプリントステークス挟んで休み明けで 2層目ですもんね。何時もモレちゃん連れてきてるってことで、これ確実にこれ勝ちに来てるんですよね。どうしてもモレイでしょ、これ。どないしてもモレイライでしょ。何勝した ?5 勝で、今日。いや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 、と思って、そうなんと思って、それでもモレちゃんを単勝買ったろうかなと思ってるんですけど。うん。はい、なくみやす、対抗。列後の結クロス三角まで抑えてます。で、一応、と口場、え、あげました。であれガールを4番手評価にしております。 はい、こちら、簡単前奏一番人気以上です。はい、函館の、箱立社は札幌の線に一番人気以上です。はい。それだけです。はい。人気をした時に買いましょうってことですね。あと、押さえが、ヒルノデーバル、ペイシャ、フェリシタが一応、えー、今日見てる限り、打ち悪くなかったね。打ちというより、打ち枠からの差しっていうのかなが要決まっとったんで、うん、ロスなく打ち回って最後外、外も外持っていってでも、差、えー、し決まるババやったんで、んで、打ち枠結構狙ってたんで、 はい、えー。デイバロとペイシャ・フェリスタも抑えてます。ペイシャ・フェリスタもね、えー、オープンクラスも1万人気背負っててね、えー、ここに潜、えー、重症で人気背負って負けてますけど、うん、2番人気、3番人気背負ってね、うまみないときに負けていただいて、今回なんと9番人気と。これは抑えるべきでしょう、うん。こんなもんですよ、競馬って。うん。おっとさかった時に買いましょうってことですね。 はい。あとは、ま、ダナンスマッシュ。逆に、この馬が人気で過ぎたかなと思ってます。まあ、前奏も強い名みだったんですけどね、小バ相手に。うん。ちょっとね、人気で過ぎやし。北村隆一さん、札幌、ちょっと私、あんまハテナなんで、あんまり変えてこないんですよね。ちなみに、札幌強いんですか小倉は強いのしてますけど、札幌強いですか聞いてください。札幌、なんと出てきてません。ここ3年で、0009ですって。ありがとうございました。そうですか。 札幌来たことないですねあんまりね分かりましたあとは、えー、誰かいましたかえー、っとあとトラベスーラとあと玉モブリリアンこちらも押さえてます玉モブリリアンもねえー、一応オープンねゴールドクイーン倒した後にこの人気なんではーンと思ってなめられすぎちゃうと思って吉シ結構もともと強い馬なんではいえー、そうですよね去年ね函館あるいは札幌で ある程度成績残してたんで、うんでうそんなに、えー、悪い理由見当たりません。函館スプリント休み明け5着。前走オープン1着。3走目でしょあると思ってますよ。普通に。仕上がりに自信って書いてる。ね。人気な今のね、こんな、えー、ニュースって珍しいんで。はい。これはちょっとなめられすぎちゃうかなで。枠順外やからって感じもあるんですけどね。にしてもなめられちゃう なめられちゃうとね、舐められすぎちゃうってことでね。うん。はい。で、ここ。はい。泣くスレッつごどんき、本命にいたしませんと。いたしませんと。ちょっと日本語化し、日本語かしよう、いたしませんと。はい。ここね、ちょっと一等で、これかなと思ったもんおるんで、このままでいきます、本命。はい。うーん、これですかね。はい。ムーンクイックですね。こちらで、 うん、馬券組み立て,てようかなと思ってます。正直、泣くべナスから馬券買おうと思ったんですけど、ちなみに、泣くべスって副賞売れてますよね。ですね。はいはい。ですね。ということは、やっぱ、漏れちゃんから一応、二三着は確実ですよって売れ方ですね。わかりました。了解です。ありがとうございました。はい。えー、ムンクイークですね。打ち差しなら、この馬かなと思ってますね。蹴ってるからのね。はい。えっ、ー、とね、戦に初めてらしいんですけど、で今回、別定戦ってことでね、前走勝った影響ですかね。 58キロ背負ってます。はい。結構枠条件揃ってるんですけど、まあ一応前走ね、実買ってるんでね。うん。はい。一応、えー、後の、えー、CBC じゃ中級経年買ったグレタルの倒しますし。うん。えー、あとはリライブレース、ウィンガーニオン等々ね、結構元々実力あったまだし倒してるんで、 はい。えー、全然、えー、レベルは高いなぁと思ってます。うん。もうね、あれですもんね、えー、条件戦勝った後、オープン一回負けたんですけど、それでも4番に岸田で取ったんで、やっぱりそれ分強いんやなぁと思ってます。で、アンジャパルメちゃんなんで、ルメちゃんのとこのま六6勝らしいですね。はい。で、ルメちゃんの起用の理由、理由っていうか何と言っても、ここ藤沢さんとこですよね。もう藤浦目なんで、 はい。言いてますね。藤ルメはいいですよ。ちょっとまあ人気あるんですけどね。はい。去年、なんと言っても、エポアスで買ってますよね。ですよね。まあ人気なかったら美味しかったんでしょうけど、エポアスで買ってるんで、もう一回藤ルメってことに。あると思いますね。うん。ちなみに、今日のルメちゃん見てるとね、いつものデムちゃんらしきことしますよ、これ。なんと、試運転出ました、これ。ルメちゃんでこれはやったなと思って、おおっとこれもしかしてと思って。 でやっぱメインとかね、もうこんなん見てるとね、もう午前中スイッチオフですよ、これ。うん、午後から本ちゃんですかえっと、11です、12です。で、えー、ポンポンと、はい、馬券絡んだんで、これやばいなと。で、えー、今日ね、えー、何クラ ?1234567 クラ乗ったんですけど、なんとね、藤沢さんのとこじゃありませんと。あれがと思って。ってことは、明日の。 えー、富士山のとこ2桁、えー、ありますけどまあ文句いく本気でしょうね、えー、重傷でしたでしねはい4番人気なら買いでしょううんまあ不安は距離とかうんぬんかんぬい言うてますもともと実績あったんがこのままやっぱ1006、えー、ぐらいかな10061004かですね1 0 0六6で4勝うんでまあスタートゆっくりの前やしどうなんちゅう話なんですけど はい。まあね。前奏ね。一応、休み明けのこの慶応杯見た感じに休み明けの部分もありましてね。ある程度かかってましたね。え名、ー、前でしたっけえー、名前でした。あれらららららら、どこいます ?5 番か。はい。5番のはですね、スタート悪くなくて、えーまあ、まあ、悪くないっていうか、ちょっと悪いか。えー、スタート、まあ、この馬なりに、の馬、馬なりっていうかね、はい。出た位置で、えー、行ったんですけど。うん。で、 えー、ルメちゃんね、最初ね、そんな思いっきり出していこうとしなかったんですけど、まあ、このまま足持っとるんで最後ね。うん。なんですけどね、えー、もう馬ね、手綱を抑ええー、ルメちゃんか、手綱を抑えてるんですけどね、どっちかっていうと、なんか馬がちょっとね、口をやってきたからそぶり見せとるんですね。一応ルメちゃん一瞬抑えてるんですけど、えー、どっちかっていうとこの表情見てるけ馬が明らかに生きたそうな顔してるんですよね、これね。はい。 てことでね、えー、このままもう一回,回休み明け走るならね、もう一回北から目見せると思うんで。で、もともと戦力で言ったりしていけばからだったんですけど、今戦4一回使ってますよね。てことでね、どっちかっていうとね、距離短縮戦4以下の方がね、今は多分向いてると思います。うん。もう一回このペースで走ってくれるなら戦2でもあれちゃうかなと思ってますね。うん。 で、えー、最後ね、えー、直線向いたところで、えー、まあ、残りまだね、えー、400の標識かな。はい、通過する前にじっと我慢して、でやっぱ足がすごいです、ね。まあ、長く家静使えるっていうんですけど、うん、ま,あ、まさにその通り、えー、札幌線にちょっとね、えー、コーナー緩やかで、ちょっと最後の足使えるか分かりませんけど、うん。 えー、スイッチ入ってからしちゃばいんだよ。で、長く癒やしって、まあ言うてましたけど、一応ね、ルメッチャンがまた夢中言た残り200手前ぐらいなんで、うん。それ考えると札幌やったらありか、ちゃうかなと思って、う。うん。レコードですよね。どないしても強いですね、これ。レコードでしょ。どうしても強いな。で、キャンベル、そういった意味ではキャンベルどうなのってことなんですけど、うん。キャンベルこそね、 多分きついんちゃうかな。キャンベルこそ1006だなぁと思ってますね。ちょっと安田記念使ったんが失敗だれやけど、ちょっと邪魔や、お邪魔やったかな。うーん、マイル使った後の潜入はちょっときついんちゃうかな。やっぱせめて1004使ってから0入やってらるんですけど、ちょっとね、マイルから0入は厳しいんちゃうかな。しかもこの人気でしょう。堀さんにデムちゃんでしょう。嫌ですね。私は嫌いいですね。私は脳やな。これ,これは脳やな。うん、キャンベルは今回脳やな。うん 文句クイック、戦争見てる限りやっぱ内容強いですね。6勝まだ馬券外した3回でしょう。ね。1回東京戦6、4着、4着。ですね。てか、掲示板外したことないもんね。うん、しかもこれ5着1回外しますけど、アンジュバルジュさんですからね。はい。いや、これめちゃんやったら本気でしょうね。うん。 休み明けゆっくりせんとここ使ってきとるんでね。秋の叩き台とかなしでここ使ってきてるんで、一発目から本気だと思ってます。頑張ってください。キーのカップ以上で1、2、3、4、6、7、9といますね。はい、新潟に再ステークス行きましょう。はい。こちら素直に、えー、結局印ごろっと変えても人気ですよね。これ人気通りでいいと思います。はい。まず、トンメイ、ケデンスコール。はい。こちら。理由。強い。以上です。普通に強いです。はい。 後のオープンクラス圧勝してるアドマイア・マーズに、えー、初戦の新馬戦、花さはい、もう強い。<laughs> はい、強いです。はい。で、花さの後の前走、やはり相手関係が強かったんでしょうね、その前がね。す、は、で、い、に単勝1.1倍です。やはりアドマイア・マーズに花さってとこで評価か,かなりされてます。はい。ここを人気に応えて圧勝。しかも同じ新潟戦0 6今回、買いでしょうね。 間違いなくグリグリで一緒。馬券外したら知りませんけど。はい。新潟絶好調、石橋さん、しかも安田急車ってことで、はい、ロードカナラ3区。はい。えー、参るまでなら許容範囲でしょう。頑張ってください。ちなみに、ちなみにですけど、8時、8月くらいか、すごいな。8時、2月くらいの時代かも。時代は変わってきたですね。変わってきたですね。で、ちょっと言い方がわかんないけど。うん。 変わってきたねなん、はい、て書いてますかレポートうーんね一瞬勝ったかと思いました新馬戦って書いてるんでそうでしょうね私も勝ったかなと思ったんですけど負けたら私ですうんそうですね1006まあ本来は14002が巻くんむ、まあえー、くんでしょうけどうんいや普通に強いと思いますねはいこれは素直に買っておきましょう対抗暗部 ロー君ですってはい一応新潟マイル一応マイルといえども2歳戦にとってはこたくなけばなりますよ中高トレ前走はい東京の最終週の重場は一番しんどいババの2歳新馬戦でしかも一ハロンがいわゆる今一ハロン長いとこでいや参って勝ちました強いです普通に強いですえのちに早くは勝ってるんでミ勝シ戦ねこれはついてますあとちなみにクイーンエニバンスも今日勝ちましたよね違うかったっけ 買ったよね。買った買った。そう。クイーンイニバースも買ってん。だからね、オメガ、オメガさんはオメガ今日出てくる。あ、オメガ、あれか。あ、オメガ2着やって。あ、普通に強いよ。ってことで全員強いですね。ですね、オメガ、はい。ってことで、えー、2着から2着は普通にこの後、えー、前線してるんで、ここは買い,いでしょうね。うん、普通に強いと思います。はい。で、 注目の決闘。ビクトアルピサさんえー、戦士いつや、戦々衆かなえー、やられましたけどね。ビクトラルやって、日曜日全然こうってやられたんですけど、なんと今日また復活ですね。はい。ビクトアルピサ、今日芝で2勝してます。ありがとうございました。またビクトアルのババに持ってきてましたかこれ。これは買いましょう。明日買いましょう。はい。もう以上です。言うことないです、ね。2ということないです。うん。はい。で、 えここ黒三角に特注馬元もともと出てましたエルモンストレ入てますはいえどうしてもまあ確かに上にンっの方が強いんですけどどうしてもこの馬の競馬っちゅうかレースセンサるのこの馬かなと思ってますやはりねはい最内の一番ですねスタートインとはいえー、バグ群引き連れて 並ばれてからです。やっぱりね、もう毎回見てますけど、やっぱこれ強いなと思いますね。はい、外から、あれ、内から並ばれますけども、全然、デムちゃん余裕でしたもんね。はい、並ばれて、あ、並んできた、後で一回デムちゃん外見て、一瞬パッて見てからね。はい、並ばれてからなしがすごいですね。うーん、しぶといですね。はい、で、飛び大きいんで、ルーラシップ長い直線の新潟なら向きますね。飛び非常に大きいんでね。うん。 圧勝最後も流しますんでね。圧勝ですね。まだまだこれわからない。まあ、弱点としては、えー、ああいうね、大外駅の素足、ね。ちょっと一瞬、切り抜け、最後、切り抜けたところに最後ね、合脚来たらちょっと厳しいんちゃうかなと思います。どっちかというと先行馬ね。えー、ちょっと最後、追っついて車を同じ倒す系の馬なんで。うん。ちょっと一瞬足にピュッてやられたらまずいいんちゃうかなと思ってますけど。はい。ちょっとパンジョーがいびなさんってことで人気をしてますけど、すいません、デブちゃん。<laughs> レムちゃんね、キャンベルジュニア乗ってるんじゃなくて、こっち乗ってください。あっちゃー。はい。レムちゃんがこちらに乗れない理由、わかってます。分かってますよ。はい。キャンベルジュニアどう乗るのじゃなくて、そもそもあれですよね。はい。今日あれですよね。ワールドなんちゃらジョッキーなんちゃらオールスターみたいなもん、もうようわからんことやってるんで、これですよね。どう、どうなんしてもね。それが理由ですよね。それで、ね、えー、外人さん向こう行ってるんですよ。わかってます。わかりません。ありがとうございました。知ってます。はい。お腹痛いです。 はい、あと、エシンゾーン、こちらもなめられた人気ですか、えー、おもた人気出てませんね、ジャストサ3区、期待の星なんですけど、なんでですかね、えー、中京ねマイル圧勝した後、オープンも2着なんですけど、うん、アドバイマーズで負けただけなんですけど、ちょっとなめられすぎかな、正直、えー、もうちょっとイージー考えなら、このアドバイマーズに、えー、しか負けてないコン、この糸、ケデンスコールとエシンゾーンから買うっていう選択肢もあると思うんですけど、うん。 単車が売れてないだけかな。ちなみに新造副賞、まあ、そんな売れてないもんね。うん、不思議なもんですね。もう最悪、この最終手段、この6番と、えー、4番から買おうと思ってるんですけどね。アドマーマーズに、えー、しか負けてない組かな。簡単ですね。あと、上で押さえておきましょうってことで、一応、イアメジャー3区、この舞台、最近ずっと絡んでるんで、頑張ってくださいってことと、一応、東京マイルで2着馬に駒んってことで、頑張ってください。 池添さんですって。添さんですね。今日、サラサラディオにありがとうございました。でしたけど、参照してますね。いいですよ。頑張ってください。ここは以上。なんとですか ?1、2、3。5頭しかいませんね。12頭。11頭か。なんで5頭ですね。はい。あと、副勝生活ですけど、一応、今日負けましたけど、また戦直でリベンジしますってことで、戦直なんと未勝利戦ですね。うわ、どうしようと。わっちょーと思って。わっちょー。何がわっちょーかしないけど、わっちゃーと思って。はい。また、シャウエンがいますね。一番人気です。 てまたシャウン着しかも3着まで首あったますなんでまあこのまでいいかなと思ったんですけどうん、えー、ちょっと注目注目というか毎回言ってるのがちょっとねやっぱね上がり使いとあかんちゅうことでこの前走一応まあペース恵まれて結局参ってそのまま押し切れたんですけど3着うんちょっとあれかなマイク熊あちょっと今日も見てる限りやっぱり差し のがいいかなと思ってでもさせるまあこの中で直線で売るんかなと思ってでもお前ちょっとね前走裏切られたの嫌やなお嫌いと2番人気やろ絶対嫌やと思ってお前お前が4番人気で裏切ったくせに2番人気絶対嫌やと思ってどうしようと思って外枠ね毎回言ってますけど無難に外枠選んでも全然当たらんのでどうしようと思ってんじゃあちょっともうちょっと長い目で見ようと思ってうん誰にしようと思ったらねちょっとねおっと思ったまい1とおったんで頑張ってくださいこのままですね はいちょっと人気出てきましたね。嫌や,やな。フレンドリボンですね。さっきまで全然人気なかったんですけど、売れてきました、フレンドリボン。うわ <laughs> 最近の戦直あれか。一枠一番でも関係ないってことみんな気づきだしたつ。ついに気づきだしたから。あっちゃー、ついに気づいたか先週、ハッピーランナーの8倍が恨ましいよ、これ。非常に恨ましかった、これ。<laughs> あっちゃー、一枠一番もう一回買いましょう。なんか一枠一番最近ハマってきたと、これ。最近マイブームよ、これ。 うんそういうことだよ前部分はこれなんか一億一万でも映像ってなってきた全直のねいつものマニュアルを覆すようなはい安城総大学連投ってことで連投連投というか連続起床ってことではい前走先、えー、直二着だったんですけどうんまあこのままが前走でいうえーね一着三着に対して指してきたましかも枠順もこの言い通り、えー、内よりとはいもうこれだけですねもうこれだけでいいんかなと思って一応レース見たんですよね本ならね ちょっとびっくりしたよね。はい。前走はね、もうちょっと私はダメだったんですけど、はい、えー。12番。はい。緑棒ですね。はい。えー、ゲート出ます。えー、悪くないスタート切ります。ただ、折り合いつけて下げます。まあ、ここまででいいでしょう。はい。緑の12番。ちょっと今、今、ちょっと見づらいですけど、まあ、一応今で前が殺到して8番で来るのかな。はい、えー。ちょっと見にくいですけどね。緑棒、えー、います。 え、後ろの緑棒ですね。で、こっからですよね、注目ね。はい。今まだ枠順なりにおるんですよね。オレンジの帽子の後ろです。1、2、3、4、5、6、7、あ、9とメロンかな。緑棒いますけど。はい。で、今まで枠なり、枠順なりのとこ、レース位置におるんですけど。はい。11番のもう一個後ろ緑ですね。はい。で、こっからですよね。えー、っと、今ね、ちょっとまあ、中寄りにおるんですけど、こっからね、 ここ外持っていって、わかります緑は外持っていきますで。馬が外行くんですね。わかりました。言ってねえー、相談役の、えー、エスコート乗るんですけど、はいでここでね、外のピンクの線コボがさっとし邪魔なわけですね。ほんで相談役どないすんかなと思ったら、オレンジの帽子か,かわした後に、オレンジ帽かわしたとねすいません、ちょっと外いっぱいなんで、うちへ行きます。言ってあそうなんですか。帰 すませんあのねこんだけ寄れてねすみませんあんだけジグザグしてねまだまだ左寄ってるからねあーちょっとすみませんどっちぐらい使えかる間にすみませんこの競馬して2着ですから、うん、これ非常に強いと思いますよ、うん、あんだけね外のピンク素直に行ったねこのピンク2頭に対してなんでねちょっとこれやばいなと思ってなかなかのいい木歯ですよこれうん一気左右いってすみませんもう一 一回戻りますよ。よいだ。すいません。どっち行くんですかまたこっちですかあれりゃりゃーと思って。すいません。またこっちですかで、右ムチね、存在役打ってます。とか、あ、で、ここですね。ここ抜けたらいいんですか言うたらね、すいません。寄りすぎましてごめんなさい。とね、もう一回左向きしてくんですこれ。すごいね、これ。存在役何回無知打ったこれ。すごいで、ね、これ。えー、右ムチさっき、さっきあれやろ。さっき、左ムチ打ったろ、これ。で、右行ったろ、これ。さっき、左ムチ打って、あ、寄りすぎた。言って、右ムチ打って、 右肘、左肘、カがゴで見てってやつですね、これ。はそんな感じこれやばい。右肘、左肘、カがゴで見てってやつです、これ。うんまあ、そういう感じだ。うん。すごいな。で、最後もう一回並びに行こうと思って、もう一回で向きやから、これ。なんかやってないと思って。こんだけジグザグしたら打ち上げ1枚やったらもっといけるよ、スムーズにと思って。頑張ってください。多分こんだけロスして走ってみたら、普通に打ち上げ1番からでもいいと思ってます。むしろスムーズにでいけると思ってますよ。うん。 えー、まあ内枠の逆にいいとこっていうとねそういうね外枠みたいに包まれんとねジグザグ線でもですねはいもう行きたいようにまあ、斜めでロスはありますけどまあまあ自分の行きたいように障害物が正直ないんでいいと思いますよ今やったらうん頑張ってくださいはいということでえー、以上で終わりかなはいということで出走表の話戻りましょう出走者は開幕の方戻りましょう はいえー、金ランドカップですけど、はい、今年も藤ルめってことで、はい、本命から、えー、流し生まれ、えー、対抗から白三角までか三等流しあと三連服流しが、えー、対抗のナックビーナスからですねこちらから印前頭に、えー、三連服流し三連服ボックスが、えー、本命対抗をついた黒三角から×印までの残り7等印打ってます多分持ってます多分持ってます で、あと三連単流しですけど、え一応生まれん5から軸で凍ってますけど、一応万が一本命が三着の場合ってことで、対抗黒三角を一日着交点で三着に本命の流し。はい、こちらで買ってます。はい。あと新潟にサイステイクスが、はい、エルモンストロン前から言ってたんで、こちら決め打ちで、はい、ケデンスコールド、鬼頭軸、さ相手三刀流しと三連単フォーメーションが、 1四、は、須、い、何普通は 2, 2強ですかね12番人気から、えー、3着に黒三角と白三角に流してますフォーメーションですねはいまあ注目はやっぱりね、まあ、2強もつまり2強でいいと思うんですけどやっぱり AC モンストロちょっと注目したいんでよろしくお願いします並ばれてから、えー、また、えー、もう一足もう一伸びができるまなんで頑張ってくださいはいあークショ生活ですけどまた最内からいきましょうレッドリボンですね ごめんなさい、フレンドリンです。間違えました。はい、前走ね、はい、ちょっと枠だったんですけど、うおさを押しながらね、よく来たんで、うん。正直、競馬しやすいなら打ち枠かなと思ってます。頑張ってください。はい、もう来週からね、一応まだ来週、ローカル競馬続きますけど、一応9月と。はい、もう8月も終わりですよ。もうそろそろ涼しくなってください。お願いします。もう暑いです。非常に、非常に暑いです。これ。はい、涼しくなってください。 はい。ということで、えー、ローカル競馬残り2周ですね。皆さん頑張りましょうね。ご清聴ありがとうございました。